グリーチョイス。アグルミーナ浜松10番田中智樹選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。次はクールチョイスに取り組んでいます。地球温暖化が進行していると実感するときはありますか？またそれを感じるときはどんなときですか？そうですね、昔より夏が暑くなった気がしたり、台風が多かったなっていう印象があります。そうですね、熱中症になる人も多かったですね、はい。ホーム最終戦も残すところあと2試合となりました。あなたにとってフットサルの魅力とは何ですか？そうですね、ピッチとお客さんの距離が近い分臨場感がすごいあると思います。僕もこの前の試合を見ていて臨場感があってとても楽しかったです。それでは最後にファンの方へメッセージをお願いします。はい、そうですね、浜松で試合やるのはやっぱり特別な思いがあるので、勝利で飾れるように選手も頑張りますので、ぜひ足を運んでください。最終戦まで25日。